保育指針、保育所、保育に関する基本原則、過去5、あ、い、う。はい、子供のまーちゃんです。皆さん、こんにちは。お元気ですか？まあ、これにはちょっと、日本人なら知っておかねばならん、意味なんですけども。まあまあ、それはいいとして。前回ですね、保育の環境について、お伝えしました。では今日は保育所の社会的責任についてお伝えします。保育所が地域において最も身近な児童福祉施設として、これまでに蓄積してきた保育の知識、経験、技術を生かしながら、子育て家庭や地域社会に対しその役割を果たしていくことは社会的使命であり責任でもある。このことを踏まえ、保育所が特に遵守しなければいけないこと、遵守か、保育所の社会的責任として規定している。保育所が社会的な信頼を得て日々の保育に取り組んでいくとともに、地域の共有財産として広く利用され、この機能が活用されることが望まれますと。あ、保育所は子どもの人権に十分配慮するとともに、子ども一人一人の人格を尊重して保育を行わなければならない。ともに。完了。ここでは人権ですね。子供一人一人の人格、人権と人格ね、尊重して保育が補足としてテストに出ます。解説。保育士等は保育所における保育という営みが子供の人権を守るため法的制度的に裏付けられていることを認識し、憲法、児童福祉法、児童憲章、児童の権利に関する条約などにおける子どもの人権等について理解することが必要である。また子どもの発達や経験の個人差等にも留意し、国籍や文化の違いを認め合い、互いに尊重する心を育て、子どもの人権に配慮した保育となっているが、常に全職員で認識することが必要である。子どもに対する体罰や言葉の暴力が決してあってはならないことはもちろんのこと、日常の保育においても子どもに身体的精神的苦痛を与えることがないよう、子どもの人格を尊重するとともに、子どもが権利の主体であることという認識を持って保育に当たらなければならない。子どもは身近な保育等の姿や言動を敏感に受け止めている。保育士等は自ら子どもに大きな影響を与える存在であることを認識し、常に自身の人間性や専門性の向上に努めるとともに、豊かな感性と愛情を持って子どもと関わり、信頼関係を築いていかなければならない。はい、ちょっとここでですね、よく言う人権とかね、権利という言葉をよく耳にしますけども、これについては、実際ね、日本人はこう権利とかね、義務とかね、そういう、まあ、義務はまず大体は昔からありますからあれですけど、権利ってじゃあ何とかっていうところについては、皆さんご自身で、ググってください。まあでも権利ってね、まあ、その人に与えられた、やってもいいこと、簡単に言うとね。だけど、まあ、人に迷惑をかけず、それを行使するという、ちょっと責任があります。
で、まあ、自由っていうのも、自由は自由だけども、そこにも責任があって、うん。人に迷惑をかけてしまう自由は、やっぱりそれは、やっぱりやめなければならないし、迷惑かけない自由ということをしなければいけないと。うん。そういう意味では、諸外国、例えばアメリカで言うと、権利として、子供の例えば幼稚園、保育園等の小学校でもいいんですけど、授業参観日とかになるとメジャーリーグの人でもね、試合をや出ないで休んでその権利を行使すると、うん、まあちょっと迷惑はかけていますけども、だけども、これはもう一生のことなので、子供に一生の一度、一生一度しかない、その瞬間をきちんと大事にするという意味で、メジャーの方々、もしくはアメリカの方々は、その権利を行使するということを行っております。ただ、日本人って、なぜかその権利というものに対して、悪いイメージを持っておりまして、その権利だからどうこうだとか、権利があるからやっていいとか悪いとかどうこうって言うんですよね、うん、でもその時点でもう尊重してないんですよ、うん、ではじゃ あその権利を否定する人に対して、じゃああなたには権利はないのか言えば、権利はあって、それは自分で、権利を行使、そして、その行使以上のことをですね、命令もしくは押さえつけとか、そこまで、やってしまうという人が多いですね、これに関してやっぱりもうちょっと権利というものを学ばなければいけないのは事実だと思います。はい、次いきます。い、保育所は地域社会との交流や連携を図り、保護者や地域社会に当該保育所を行う保育の内容を適切に説明するよう努めなければならない。保育所は地域に開かれた社会資源として、地域の様々な人は、機関など連携していくことが求められている。また次世代育成支援や世代間交流の観点から、小中学校などの生徒の体験学習や実習を受け入れたり、高齢者との交流を行ったりするなど、地域の実情に応じた様々な授業を展開することが期待されている。社会福祉法昭和26年法律第45号括弧閉じ第75条では、利用者への情報提供が社会福祉事業の経営者の努力義務とされている。また児童福祉法第48条の4においても、保育所の情報提供が努力義務として規定されている。保育所は保育の内容等、すなわち一日の過ごし方、年間行事予定、当該保育所の保育方針、職員の状況、その他当該保育所が実施している保育の内容に関する事項等についても情報開示し、保護者等が適切かつ円滑に利用できるようにすることが重要であると。また保育所が保護者や地域社会との連携交流を図り、開かれた運営をすること、説明が一方的なものではなく、分かりやすい応答的なものとなることが望まれるとされています。ここで言うと、まっちゃんは、よく、保育所の方に入ると、周りに、告知とかそういうものですね、結構掲載されてますけども、結構見るんですね、
で、その中でよく一番重視しているのは、子供の今日の献立、給食ですね、の献立をよく見るようにしています。なぜかというと、やっぱりそこにはなんでしょう、どのようなものを食べて、どのようなこう食べ物を摂取しているかっていうことは、子供に対する健康に害するものを食べている可能性もあるし、子供の病気とかいろんなそういう、アレルギーとかいろいろありますよね。そういうものにちゃんと配慮しているかということをきちんとこう保育所が提示しているかどうかっていうところを見ています。で、その中にですね、例えばですけど、よく話題になったのは、コオロギを食べさせるような、ちょっと言葉があれですけど、頭がちょっと、どうなのかなと、くる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 っていうようなことをね、世界保健機構とかでも喋ったりしてますが、今まで、何千何万という歴史の中で、コオロギは人間は食べてきてなかったんですね。ということは、それは食べれないということですね。誰かが多分食べたと思います。でも食べたら、そこで亡くなったとか、そういうことがあるからこそ、誰も食べないということになると思います。今のように調べてどうこうという時代ではなかった昔において、食べ物になってないということは食べれないものだということですね。それを無理やり、粉とかにしてですね、食べさせようとしている日本政府とかが、ちょっとこうイカれてるなと。あれには何百度ね、という殺菌効果としてまず行ったとしてもですよ、その菌ですね、コオロギとかに付着している菌は死滅しないということが科学で、分かっております。で、それをバレないようにという形なのか分かりませんが、それを粉状にして、それを振りかけて食べさせると。でも、それは粉にしようか、菌は菌で入っているので、体に摂取してしまうと、それが積み重なった時に病気になりがちになると。で、日本は食品添加物がひどいです。世界でトップクラスです。これは、がんになったり、何ですか、病気になる、確率がものすごく高くなるというところで、厚生労働省は全く、世界の保健機構、もしくは、世界がやめているものを実際、止めてないという実情が実はあります。で、そういうふうな添加物の中に入っているものが体を害して、いずれ、小さい頃から食べていくと大人になりにつれ病気になり、そして、病院に行くと。そうすることによって薬が処方されます。ということは、政府と薬屋、ね、製薬会社の利権につながります。で、結局、飲まなくてもいい薬を飲み、それが販売され、売り上げが上がると。で、それを政府に、まあ、今は賄賂はないと思いますが、利権として、そこにそういう形があると、結局のところ、そういうつながりから、退職された後の、やっぱり天下りとか、そういうものが、あると。何かしらの恩恵を受けているというのが
事実であります。まあそういうところまで、市民、国民がやっぱり見なければいけませんし、無関心ではもういられなくなったという時代です。もう自分たち国民が自分の命を自分で守るためには、政府を監視し、で政府議員たちをきちっとしたものにしないといけないという時代にもなってますので、ただ様子見いるだけとか、そういう、なんていうんですか、昔ながらの棚上げするようなことをしていたのでは、そのうち日本人がいなくなるというのは、やむを得ないことになるので、親御さんたちはそこら辺十分気をつけて、ちゃんと献立を見るようにしてください。はい。ちょっと長くなりましたが、これが最後かな。次、保育所は入所する子ども等の個人情報を適切に取り扱うとともに、保護者の苦情などに対しそれを解決を図るように努めなければならない。はい、ここで補足として、個人情報、保護者の苦情がテストに出やすいです。では解説いきます。保育にあたり知り得た子どもや保護者に関する情報は正当な理由なく漏らしてはならない。児童福祉法第18条の22には保育士の秘密保持義務に明記されている。また個人情報の保護に関する法律平成15年法律第57号第3条においても、個人情報は個人の人格尊重の理念のもとに慎重に取り扱われるべきものであることが示されている。ただし児童虐待の防止等に関する法律平成12年法律第82号以下児童虐待防止法という第6条にある通告義務は守秘義務より優先されることに留意しなければならない。これ優先されますから、守秘義務より。なお、保護、子供の発達援助のための関連機関として等の連絡、保護者への伝達、保護者同士の交流や地域交流などに必要な情報交換については、関係の承諾を得ながら適切に進める必要があると。また、社会福祉法第82条及び施設運営基準第14条の3には、苦情の解決について明記されています。保育所が苦情解決責任者である施設長のもとに、苦情解決担当者を決め、苦情受付から解決までの手続きを明確化し、その内容や一連の経過と結果について書面での記録を残すなど、苦情に対するための体制を設備することが必要である。また中立公正第三者の関与を組み入れるために第三者委員を設置することも求められていると。保育所は苦情を通じて自らの保育や保護者等の対応を謙虚に振り返り誠実に対応していくことが求められる。そして保護者等との相互理解を図り信頼関係を築いていくことが重要である。また苦情に関しての検討内容や解決までの経過を記録し職員会議での共通理解を図り実践に役立てる。保護者等の意向を受け止めながら保育所の考えや保育の意図などについて十分に説明するとともに改善や努力の意思を表明することも必要である。苦情解決とは保護者等からの問題提起であり、個別の問題として対応するだけでなく、それを通じて保育の内容を継続的に見直し、
改善し、保育の質の向上を高めていくための材料として捉えることが重要である。苦情への総合的な対応を通じて社会的責任を果たしていくという姿勢を持つことが求められるということが、今の保育所の社会的責任となります。まあ今日はここまでにしたいと思いますが、ただですね、最後のところです。個人情報が、まあ、適切に運営されるというのは正しいことだし、そのままですが、この保護者の苦情に対してですね、ちょっと昔で言えばモンスターペアレントとか、そういうね、レッテルを貼ってそれを無視するとか、ただ内容を精査せず対応しないとか、そういうことを行ってたりする部分がありますので、そういうものの固定観念はやっぱり、まあ、誰でもどこでもしてはいけないと思いますね。だからといって言われた通り、なんていうんですかね、テレビ関係の方とかですね、そういう方はすぐ言われたからはいやめますとかっていうのもまた問題であると、そこで、苦情があったとしても、じゃあ苦情に対してどういう経緯意図を組んだから、我々保育所としてはどういう意図でどういう考えを持ってやっているかということを説明をし表明することがとても大事だと思います。相手がペアレントだとしてもですね、まず個人の権利を尊重するという意味でですね、その無視とかそういうことをせずに、向こうの苦情をされた人に対する根拠ある回答を表明するということは一番大事だと思います。そしてそれを全、利用者の方の保護者に、お伝えするということも大事だと思います。そういうことをなあなあにしてしまってはいつまでたっても改善はされませんので、そこのところ保護者の方も親御さんも、きちんとこの保育園はきちんと対応しているかどうかというところを見ていただきたいと思いますし、やってなければちゃんと言った方がいいと思います。面倒くさがらずにやらなければならないことをやってないところはかなり多いので、そういうところはきちんと実行してください、とやってくださいということをお伝えして、また保育所を管轄している市役所等に、連絡するというのもありではないかとは思いますが、まあ市役所の方もちょっと手を抜いているのか、きちんとした表明も根拠もなく、なんか臭いものには蓋をするみたいな、そういう傾向がちょっと見受けられることもありましたので、きちんと根拠を持って、表明するように、していただくよう お伝えしながら苦情をしていった方がいいかと思います。そうしないとやっぱり、迷惑かかるのは子供なんで、大人がしっかりしなければいけないと思います。ということで今日はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。はい、ではまた次の動画で会いましょう。では。